どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回からは、ですね、東に帰るっていうことなんで、ダッシュで帰ろうかと思います。特別な子よ。では、BB に使える。あれは人柱に。そう、私たちをつなぐブリッジだ。エピソード10、ダイハードマン。ん？待って、ここからか。はあ、で、まずどこを目指せっていう話だった？キャプテンで K2 に来ましょう。まず、K4 だね。K4。ここか。ここまで戻るって、もうほぼほぼ最初までだね。ちょっと待った。これは。これはなかなかだな。これの前に。ブーツも一つ用意して、こんなもんで大丈夫か、物資は。さあ、車も借りて行きますか。だいぶ不安定だな。こう言って、はいはい。大陸各地の座礁地帯のカイラル濃度なんだが、どこも異常に高くなっているようだ。ビーチのよじれのせいだ。座礁地帯に何か起きているのかもしれない。座礁してくる BT にも影響する可能性もある。
マジか。マジか、いきなり BT 戦か。血が、血が足りねえ。武器変えて、とりあえず。さ、もうちょいじゃないか。いや、2体相手するにはちょっとっていう感じだな。よしよし。ご機嫌だな。いやー、まさか BT がすぐ出ると思いもしなかったな。しかもアイテムあれがないな。ファイル系積んでなかったか。おお、温泉。電気の湯、温泉あったんだね。回復しきったら行こうかな。いや、こんな電気の中入るってなかなかだよね。おー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 、泳いでる。
とりあえずあのバイクの方を目指すか。今回ほとんど戻るのが多いなっていうところと、あとはそうだね、 B 級戦が多くなるのかな。で B 級戦するにしてもそもそも装備が整ってなさすぎるんでね。これで多少はマシになったと思うんで、ちょっと山越え挑戦してみるか。サム、少しいいか、聞いてくれ。クリフことクリフォード・アンガーのことを調べてみた。彼は合衆国の陸軍特殊部隊に所属していた。だがデス・ストランディングが起きた頃に退役している。退役後どうやらクリフは初期の BB 実験に関与していたようなんだ。だが実験が終了する前に彼は死亡している。詳細はまだわからないが、あんたを巻き込んだクリフの戦場はもしかしたら彼の恨みや無念によるものじゃないのだろうか。その強い恨みや無念はおそらく BB 実験に関係するんじゃないかと思う。あんたのルーもどこかでそこにつながっているに違いない。クリフはその無念を晴らすために、そしてルーを取り返すためにあの不可解な過去の戦場を引き連れてあの世からこの世界へ戻ってきたのではないだろうか。彼は BT とは明らかに違う。クリフォード・アンガーの死因や実験との関係についてはこれから調査を進める。また何か分かったら連絡するよ、サム。BT ではなかったということか。そうなるとあそこまで必要に向かってくる理由っていうのもね、まあ、BB なんだろうけど、あの夢を見てるルーとクリフが親子関係なのか、それとも違うのかという感じかな。
地下落石は。ここは落石ポイントなんだね。そうそう、こっちで。なんじゃあいつ。とりあえず戦ったりやべえっていうのだけはわかる。乗れ乗れ。まだか、まだ離れてるか。おっと、これはどうだ。もうちょい、もうちょいだと思う。まだか。おお、めっちゃ暗くなった。おっ、引いた。いや、いい感じでバイクでは進んできたけど、結果的に道を外れることにはなった。いやー、ここまで BT 戦が多いとっていう感じだね。あと音楽が入るとも近くに BT が出てくるって感じか。しかも強制的にだからね。橋がある。あー、ここは懐かしいね。
ちょっと多めにグレネードだけでも持っていこうかな。てか血液袋めっちゃいるし、納品なんかあったっけ。ああ、メモリーチップか。これは飛ばせない。ご提供いただきありがとうございました。さあ次の場所へ。また強制的にバイク落とされるんだろうな。そこを登っていく感じか。この辺りから降りた方が良さげな気がするからな。でも行ったね、よしよし。さあこれで意外と立ててた道の方が安全っぽいね。こっちに行って。これで降りて、このまま行けそうだね。登れないかっていうか今降りてるからね。お、緑が見えてきた。降りてきたぞ。
誰かが通った道がある。でもまだこの辺り時雪が降ってるんだね。いやー、またここで BT 戦かな。そうそうそう、だいぶ道が楽になってきたが、大統領、そう、ブリジットの指揮下で行われていた。当時はボイドアウトを回避するための対 BT センサーの開発が主目的だった。同時にカイラル通信やビーチへの移動手段としての副次的な応用研究もある程度は行われていた。でも実際はそうじゃなかったんだ。いいかサム、BB は本来カイラル通信をつなぐ触媒として開発されたものだったんだ。だからサムがつないできたノットシティにあるカイラル通信の端末にはそれぞれ BB が組み込まれているというんだ。ああ、だから BB のケースだったんだね。使って極秘裏に敷設していったに違いない。 BB という人柱の犠牲の上にカイラル通信網は作られた。実験を中止したはずの大統領は裏では非人道的な計画を推進していた。アメリカ再建のためとはいえ許されるようなことではない。そうだろう。カイラル通信を促進してきた我々としてもなんとも複雑な心境だ。全くやりきれないよ。クリフと BB 実験のことをさらに調べる必要がある。また連絡する。最後のノットシティの納品がケースだったもんね。 BB が入ってたね。不思議な感じがしたけど、やっぱあれは人柱だったんだね。その中でも助かったっていう人たちもいるから、一概に全てがとは言えないところでもあるんだけどね。お、あ、うん、確かに。いやー、爆発してしまった。あー、よしよしよし、はいはい、大丈夫だよ大丈夫。うん、
け。悪かった。そしてそれを予測してたかのように車があると。出発だ。まあブーストタイプじゃなくても車車だからね。疲れるこれ。ただこれを渡るとっていう感じなんだよね。さあこの間はバッテリーを消費しない。いやーこれで国道がつながったら帰りも帰りですごい楽だったんだろうね。ダメダメ。ふう。おお、僕の橋。あ、引っかかったっぽい。さて。そうか、引っかかったら仕方ない。いやもうちょっとで車で移動できたんだけどな。さああそこで。車の補充といきますか。車よりバイクの方がいいか。一旦びっくりマークついてるように入ってみようか。まああとは休憩も兼ねてだね。いやーここ戻ってきた。サム、まあ一旦休憩して。それで車で移動をもう一回しよう。なんか途中タコみてえなん出てきてたしね。さあ行こう。
借りるぞ。いやー、これでだいぶ楽ができる。またというか東に戻るんだったら最後は歩きしかないよね。そういえば、そう考えると途中めっちゃ大変だな。車の方が楽だったかな。よし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 、おーおーおー、はしごを無理やり。いやー、この橋も最高だよね。来た。さあ、あとはこっからはかっ飛ばすだけ。頑張ってください。タイミング良すぎやろ。サム、もうすぐレイクノットだな。頑張ってくれ。みんなあんたの帰りを待っている。ああ、こっちもあれからクリフと BB 実験の調査が進んだ。どうやらクリフは自分の赤ん坊を初期の BB 実験に実験体として提供していたようなんだ。 BB を人柱にするという実験の真意を知らずにな。これは推測だが、クリフは利用されたことを知り BB を取り戻そうとしたんじゃないだろうか。それを阻止され BB を取り上げられたとしたら、つまり実験を指揮していた大統領や我々ブリッジズへの恨みがクリフを動かしている。大統領は死んだ。だがクリフの恨みは今も消えていない。クリフはその恨みをブリッジズに向けた。あんたや娘のアメリア、側近の長官に、そしてさらには復讐のためにラストストランディングを起こし、この世界を滅ぼそうとしている。クリフが絶滅体であるアメリをビーチで捕らえたのはそのためじゃないだろうか。アメリや長官を一刻も早く助けなければ。そもそもなぜ長官がアメリのビーチにいたのか、それを知るためにも長官とアメリのつながりを調べてみる。そうだね、何かしらつながりがないとっていうところだからね。いやー、マジで、まあ、クリフはやっぱビビーの親っぽいね。いやー、この道路ほんと快適。これで本当道路がなかったことを考えると、帰り道はまだかかってたってことだもんね。
ああ、もうすぐ K4。で、そこから船で移動ってことか。サム、いいかな。長官のことだが、アメリとの強いつながりがなければ、長官はアメリのビーチには行けなかったはずだ。しかし、それを示すものは何もなかった。カイラル通信がつながればと期待したんだが、何も出てこなかった。アーカイブにはブリッジズ以前の長官の履歴が一切ない。本名もそれ以前の過去もまさに何もない。いいかサム、聞いてくれないか。アメリとの関わりがないのならクリフとのつながりはどうだったのだろうと考えてみた。長官をビーチに導いたのはアメリではなくクリフなのではないだろうかと。長官があの時ビーチでクリフに捕らえられていたのは、あの二人の過去に何かあったからじゃないのか。でもやはりここで再び同じ疑問に戻ってしまう。クリフや長官はなぜアメリのビーチにいたんだと。サム、ハートマンだ。その答えは私から説明できる。これは私たちにはまるで予測できなかったことなんだが、君がカイラル通信網を全てつないでくれた結果、個人のビーチがもつれ、それが大きな一つの結び目になろうとしている。これが悪化すればビーチから一気に BT が座礁してくるという最悪の状況になる。それはこれまでにない大きなデスストランディングとなるだろう。クリフの戦場や私のビーチのような特殊なビーチも存在するが、そもそもビーチとは個別の存在。それぞれが干渉し合うことはなかった。だがそれらを束ねるような上位次元のビーチが存在するなら、このビーチのもつれを起こすことが可能だ。その上位のビーチこそがアメリのビーチなのかもしれない。クリフはその性質を利用することで彼女のビーチに長官も呼び寄せたんだろう。ビーチをつなぎアメリのビーチで全てをコントロールする。そしてラストストランディングを起こす。それこそがクリフの目的なのかもしれない。サム、彼を止めなければ。ハートマンの言う通りなのかもしれない。カイラル通信をつなぎアメリのビーチによってラストストランディングを起こす。クリフはそのためにヒッグスを使った。クリフが黒幕だと考えると全てはすっきりする。自分の命とビビーを奪ったこの世界に復讐をしようとラストストランディングを。サム、お願いだ。あんたにアメリのビーチに行ってもらうしかない。そしてアメリをクリフから奪い返すしか、ラストストランディングを止める方法はない。もう一応クリフに全員矢印が向いてる感じか。関係性があるってことだよね。ただクリフと、まあ、あの BB の関係が全部つながってるんだね。さあ、ソーダストームか。え、クジラ？
いものがあるからこそ恐れるものはなくなるのだと。すまなかった。お前たちに寂しい思いをさせた。俺のような失敗はするな。お前はお前の道を歩め。隊長、それを話してください。撃ちなさい、ジョー。撃ちなさい。撃ちなさい。アメリカのためなのよ。さあ、ストームで飛んだ先は、また戦場か。いやー、でもこの戦場の子たちの登場かっこいいよね。エピソード11、クリフォード・アンガー。クリフォード・アンガー、クリフか。どこかにあの男がいるはずだ。ボス戦だね。あいつの目的はルーだ。で、特にまだ戦闘は始まんないかな。ここを、その城通っていこう。21。大丈夫だね。ついでに輸血バッグはつけておいて、
ハンドガンが大量に落ちてるね。そろそろじゃない？痛いね、それは痛いね。はいはい、落ち着いて。そうそうそう、大丈夫大丈夫。はい、大丈夫大丈夫。いい子いい子。うん、落ち着いたね。近くに来たか。さあ、クリフ、決着をつけようか。BB はどうだ？正面か。してくれ。これは置いといて、次使うのはこれか。私が悪かった。襲撃だ。
PT じゃないってことか。それなら合点いった。いた、めっちゃ近くいるじゃん。これは置く。ただクリフが探すところからか。荘園を出せ。進め。後ろだね。実の子供を BB を返し、アタックしろ。かかれ。さあ、どこだどこだとか。それはできんな。許してくれ。ビーズを探せ。
武器的にこれは置いといて、へいつでも投げれるようにしておくか。これでさあ、うえ、ちょうど近くを押してくれたね。さあさあさあ、いたいたいた。で、こっち先に捉えて、捉えて、あと1回かな。量にある。俺の。結構離れてる感じか。ダイハードマンって今言ったね。さあ、これが意外と強かった。ちょっと待った、ただ見えなさすぎて。よしよしよし、こっちは OK です。後ろか、やばいやばいやばい。あ、
カプションを走者撃て。結構ね、位置が分かんないんだよね。いた。あとは BB はどうだ。俺はクリフォード・アンカー。よし、3発目。いやー、仕留めた。いや、チャージ強かったな。探すのが大変。ビビ、今から出してあげる。いいかい。私のベイビーを返してくれ。あんたはクリフォード・アンガーか。あんたがルーの父親。お前はただのサムではない。お前はサム・ブリッジズ、未来への架け橋だ。お前が俺の代わりに本物の橋になれ。さあサム、立って。
BB を連れてここから立ち去ってください。奥さんは諦めるしかありません。残念ですが私は国に、いえ彼女に忠誠を誓っています。彼女の命令には背けない。そうなってしまえばあなたたちを助けられない。危険を冒してまでなぜ私を。それはあなたが私を守ってくれたからです。何度も何度も。私はどんな過酷な戦場からもなぜか生還することができました。さあミッションクリア。ルーのお父さん会えたけど、なんでサムが口笛を吹けたのかっていうのがちょっと謎だよね。で、ジョンっていうあの黒い人、ダイハードマンだろうけど、ここからさらにどう真実が分かっていくのかっていうところだね。私のベイビーを返してくれと、トロフィーゲット。で、東側へは来たのかな、これで。サム、大丈夫か？データログは確認した。あんたはスーパーセルに飲み込まれ、その次の瞬間にはグラウンドゼロを超えてポートノットの近くに現れた。ここへは誰が。ビクトールを覚えているか。彼が港で倒れていたあんたをここまで運んでくれた。あのクリフはこの子の父親だ。 BB を返してほしいと。それはおかしいね。クリフが存在したのはこいつを託された。これは何かのヒントなのか。 BB 誕生の秘密に何か関係があるに違いない。クリフは敵ではない、そんな気がする。俺たちに何かを伝えているように思える。しかしビーチで長官を捕らえたのはクリフだったんじゃないのか。クリフとダイハードマン、ブリジットは過去に何かつながりがある。そこなんだサム、あんたに見てほしいものがある。アーカイブの調査中に見つけたんだが、長官から俺たちへのメッセージだ。戻ってこなかったら見てほしいと。保険だ。私に何かあった時のための。これを見ているのがブリッジズのメンバーであることを望む。アメリカだ。これが送られてきた。私が望むならビーチに連れて行くと。これがビーチまで導いてくれるぞ。罠かもしれん。しかし私は彼女に従おうと思う。君たちはもう気づいているだろう。私はこの仮面で自分の過去を封印した。ああジョンか、やっぱ。しかしそれはアメリも同じだ。過去がない。存在した痕跡がどこにもない。まるで幽霊のようにな。それだけじゃない。実体のアメリに会ったことがない。君たちはどうだ。生身のアメリに会い握手をし触れ合ったことはあるか。ブリッジズ第一次遠征隊は
2班に分かれていた。アメリは先発隊、ママやハートマンは後発隊だったな。生身のアメリに触れたことはないはずだ。そうか、先発隊はエジノットシティで全滅したんだ。生き残ったのはアメリだけ。彼女はそもそも実在しないのか。それは違う。俺はアメリと触れ合った。何度も。いや、俺はホログラムでしかアメリに会ったことはない。いや、俺は何度もアメリに会った。小さな頃から何度も。ただしビーチでな。母親である大統領はこう言っていた。アメリはビーチで生まれた。ところがカーはビーチに、ハーはこの世に分離していた。アメリはそのせいで生まれてからほとんどの歳月を病院で過ごすことになった。その代わりとしてドゥームスの資質が桁違いだった。成長するにつれアメリは病を克服し、同時にその能力が開花した。二十歳になる頃には体ごとビーチを往復できるようになった。ほとんどの時間をビーチで過ごすようになった。そこで彼女とのコミュニケーションはホログラムと通信に依存することになった。大統領がそう取り決めたからだ。私は大統領とアメリカ再建に全てを捧げると誓った。だから大統領の言葉は絶対だ。アメリは大統領の娘であり、次のアメリカのリーダーとなる。そう信じていた。アーカイブが復活していくと、私はそのあらゆる記録にアクセスを試みた。おかげで分かったんだが、ブリジットは二十歳の頃子宮がんを患って子供を産めない体になっていた。そう、アメリの年齢とは計算が合わない。つまりアメリはブリジットが産んだ子供ではない。では誰の子供なのか、何者なのか、そもそも実在するのか、大統領の彼女が絶滅体なのか、それともその娘の彼女こそが絶滅体なのか、絶滅体と呼ばれるものが本当に存在するのか、その絶滅体と言われる存在が DS の根源であるのなら、私は彼女に会わなければならない。サムの血液弾を装填してある。この銃は彼女にとっても私にとっても彼にとっても特別な銃だ。あ、この銃ビーチへ携帯できるはずだ。これで彼女が始めたことと彼女を終わらせる。みんなすまない。実は私には何の能力もないのだ。私はドゥームスでもサムのような機関車でもない。私は決して死なない男などではない。ただ運がいいだけの死ねない男に過ぎないんだ。どんな戦場においても私は死ななかった。それは死を恐れて逃げ回っていたからだ。よし、そろそろ時間だ。彼女が呼んでいる。ブリッジス、あとは頼んだぞ。エピソード12、ブリッジス。この直後、長官はビーチに飛んだ。アメリに呼ばれて連れて行かれたんだ。彼はブリジットを撃とうとした。それをクリフに邪魔された。アメリとビーチで会う約束だったはずでは。アメリもあそこにいた。俺を逃がしてくれた。そうか、そうだったのか。すぐには信じることができなかった。つまり彼女は…ん？彼女は？どうしたんだ？カイラル通信の制御が効かない。ロックネによれば
システム自体が使えなくなる可能性も。せっかく大陸を繋いだのに。さっき言いかけたことだが、私から話をしましょうか。フラジャイル、疲れが取れてないようだぞ。休んだ方がいい。ええ、サム、冷静に聞いてね。あの後ビーチでヒックスを問い詰めたの。ヒックスがあっさりと吐いたわ。やつはなぜ君を裏切ったんだ。全ては彼女の思惑だって。彼女？彼女に導かれた。ボイドアウトテロも絶滅テロも彼女、つまりアメリが黒幕だと。そんなバカな。信じられないわよね、こんな話。でもダイハードマンのメッセージで確信した。あいつはアメリと出会ってから私を裏切った。あいつは私の能力で配送の勢力圏を広げようとしていた。少なくとも私と組んだ時はね。目的は破壊ではなく配送の拡大だけだった。でもアメリの能力は私をはるかに凌駕していた。 BT を自由に操れるほど。だからアメリに乗り換えた。でもあいつは逆に絶滅に取り込まれていった。あれはアメリの力だった。そう、アメリによってホモディメンスになった。ブリジットも彼女もビーチにいたんだ。ありえないことだが。信じたくないのはわかる。でもヒークスはアメリが絶滅体だと。ヒークスの BB ポットを開けたの。中に BB はいなかった。代わりにこれが出てきた。ダイハードマンが持っていたものと同じ。同じ人形だね。これが彼らのブリッジベイビー。テロリストが BB の技術を復活させて、それをあなたたちが流用したというのは誤情報だった。原理も目的も全く別のもの。BB で死者の世界とつながるように、これはビーチのアメリとだけつながる。この人形には覚えがある。クリフだ。あの戦場にもあったものだ。クリフもヒッグスも長官もこの絶滅体に引き寄せられ操られていた。そうに違いない。一体絶滅体とは誰なのか。ブリジットなのか、アメリなのか。真相はビーチに行かないとわからない。その目的もいいとも。俺たちにそれがわかればラストストランディングを食い止められるかもしれない。彼女の正体もわかる。絶滅体の正体。彼女がビーチで待っている。早く東に帰って。サム、すまない、通信が不安定だ。頼みがある。フラジャイルの衰弱がひどい。このままだと昏睡状態になって魂がビーチに行ったままになる危険もある。彼女を回復させるためにあんたがいるポートノットシティからクリプトビオシスを持ってきてほしい。フラジャイルエクスプレスが保管しているストックがある。上の配送端末で依頼を受注してくれ。頼むぞサム。さあ、配達にということだが、なんかいろいろと変わってきたね、状況がね。始めた時よりね、結果的にアメリが全部と結びついてるって状況だし、まあ、さっきの人形もなんかお腹の傷が僕ずっと気になってて、どの人形にもお腹の傷が入ってんのよね。なんかそこも関係あるのかなと思ってんだけど、まあその真実は今からどんどん分かってくるかな。いやー、まあとうとう最後まで来たっていう感じですね。あと、もう少しかな、もう少しで終わるんじゃないかと思いますが、まあ楽しみにやっていきましょう。いやー、なかなかだね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。
最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。